農事務所振興係古川です今回は清掃センターからプラスチック製容器包装の分別のお願いです現在市では様々な資源物を回収してリサイクルを促進していますが最近プラスチック製容器包装類の出し間違いが増えていますプラの日に出す場合は特に次の点に注意して分別をお願いします プラスチック製容器包装類の日にお出しいただけるのは、プラの表示があり、商品を入れていたものや包んでいたものです。最近、プラ表示がついていても、食べ物の汚れがついたもの、中身が入ったままのもの、乾燥剤や紙などの燃やせるゴミの混じったものが多く見受けられます。中身を使い切って洗ってから出してください。 洗っててもも汚れが落ちないい。ののは、燃えるゴミの日に出してくださいまたプラ表示がついていても容器包装でないもの例えば歯ブラシプラスチックでできたスプーンやハンガーボールペンなどは燃やせないゴミの火に出してください。シャンプーやリンス化粧品の容器でポンプがついたものは容器とポンプの部分を分け 容器は洗ってプラの日に、ポンプは燃やせないゴミの日に出してください。品物によっては、蓋の部分、本体、包装、中身の素材がそれぞれ異なり、よく表示を見ないで出すと間違えやすいものもあります。思い込みで判断して捨てていないか、ゴミの分別ガイドブックでもう一度確認をお願いします。 分ければ資源、混ぜればゴミ、皆さんのひと手間でゴミがリサイクルできます。皆さんのご協力をお願いします。